今回の事件は、二人の半グレが表に出せないお金を家に置いていたところ、そのお金を仲間に盗まれてしまうことから始まるんだ。表に出せないお金、オレオレ詐欺とかで集めたお金かな。そうだろうな、犯罪絡みで手に入れたお金だろう。主犯の渡部俊文当時42歳は、自宅に多額の現金を隠し持っていたんだ。渡部が自宅に現金を持っていることを、半グレ仲間が知っていて、この半グレ仲間の一人は Y さんが、お金を盗んでやろうと考えたと渡部は思ったんだ。仲間だけど、お金盗んだりする仲間なんだね。渡部は Y さんからお金を取り返し、暴力的な仕返しをしてやろうと考えるんだ。狭い社会でしょうから、誰が盗んだかすぐにわかりそうだよね。渡部は同じ半グレ仲間で後輩の、田中大輝当時36歳に連絡し、盗まれたお金を取り返す手助けをするよう頼むんだ。渡部はお金を盗んだ Y さんから、お金を取り返すだけでなく、Y さんに制裁を加えたいと田中に相談し、田中も渡部の提案に同意したので、Y さんに盗まれたお金の回収と、暴力的制裁をする準備を始めるんだ。怖い世界だよねー。二人の計画では、お金を盗んだ Y さんの車に GPS を取り付け、居場所を特定しつつ、尾行して駐車場で止まったところを狙い、襲撃しようというものだったんだ。そして渡部と田中は、襲撃時に使う凶器を準備することにしたんだ。準備した凶器は、ナイフや鉄パイプ、メリケンサックといった危険な道具だったんだ。みんな殺傷能力があるものね。さらに二人は、Y さんを拘束できるようにと、手錠も準備したんだ。捕まったら、大変なことされそうね。怖すぎる。そして事件当日を迎えてしまうんだ。2020年9月3日、二人はあらかじめ Y さんの車に取り付けた GPS で、Y さんの居場所を突き止め、尾行を始めるんだ。Y さん、危険が迫ってるよ。ところが、渡部と田中が GPS を取り付けた車を運転していたのは、別の A さん当時32歳だったんだ。え、違う人？ A さんはこの日、知人の女性とドライブするために、車を借りていただけだったんだ。そんなことになっているとは知らない渡部と田中は、A さんが運転する車の尾行を続けた。午前1時20分頃、埼玉県八潮市にある飲食店の駐車場に A さんが駐車したんだ。A さん、危ない。気づいてほしいよ。渡部と田中は自分たちが乗っていた車から出て、A さんが乗る車に鉄パイプを持って近づくんだ。そして二人はいきなり A さんが運転する車のフロントガラスを叩き割って、A さんを車から無理やり引きずり出すんだ。渡部と田中は、人違いだと気づかないの？そうなんだ。二人は A さんを Y さんだと思い込み、A さんに持っていた鉄パイプで暴行し始めるんだ。A さんは暴行されながらも、一緒にいた女性に、この場から逃げるよう伝えるんだ。知人の女性は A さんの言葉通り、すぐに逃げたので被害に遭わずに済んだんだ。とりあえず女性は助かったみたいだけど、A さんが心配。渡部と田中は女性が逃げていくのを見ると、通報されるとまずいと考えたのか、場所を変えることにしたんだ。手慣れているというか、犯罪慣れしているというか、渡部と田中は A さんを自分たちの車に無理やり乗せ、場所を移動し始めるんだ。一旦は逃げた A さんの知人女性が、しばらくして現場の様子を見に行くと、すでに3人の姿はなかった。A さんはどこへ連れて行かれてしまったの？渡部と田中は人気のない場所を探しながら、車を走らせるんだけど、運転は渡部がして、田中は移動中も車内で A さんに暴行し続けたんだ。そろそろ人違いって気づいてもいいんじゃないの？三人が乗った車は、千葉県千葉市若葉区中田町の、田園地帯に着くんだ。渡部は人気のないところまで来たと考え、車の運転をやめて停車すると、田中と一緒に A さんへ暴行し始めるんだ。二人がかりじゃどうにもならないよ。渡部と田中は、鉄パイプ、メリケンサックなどの凶器を使って、A さんを暴行し続けるんだ。そして二人から暴行され続けた A さんは、意識不明の状態になってしまったんだ。暴行を続ける渡部と田中は、すでに A さんが亡くなっていることに気づき、暴行をやめるんだ。A さんは人違いで命を奪われてしまったのね。渡部と田中は、A さんが亡くなったことに気づくと、急に不安に襲われ出し、病院へ運ぶことにしたんだ。A さんはもう亡くなっているし、それに病院へ連れて行ったら、自分たちが犯人だとバレるでしょう。そうなんだ。二人はどうしたらいいか考えた末に、A さんの死体を病院へ置いて逃げることにしたんだ。同日午前4時25分、千葉県千葉市若葉区にある、千葉中央メディカルセンターに到着した二人は、病院の敷地内に A さんの死体を置き、なんと、近くにいた同病院の警備員に、この人をお願いしますと伝え、二人は逃走。警備員はすぐに病院へ伝え、医師たちは A さんの処置を始めようとしたんだけど、A さんはすでに亡くなっていたんだ。そうだよね、A さんは暴行中に命を落としているもの。
A さんはすぐに司法解剖が行われ、死因の特定が行われたんだ。A さんの死因は、頭蓋骨骨折による吐物誤嚥、そして誤嚥による窒息死だったんだ。出血多量とかの上のダメージではなく、窒息死だったのね。病院はすぐに警察へ通報し、千葉県警は捜査を開始するんだ。犯行後渡部と田中は、別行動をとっていて、渡部は犯行の隠蔽工作をし始めたけど、一人で隠蔽工作ができるか不安だった。渡部は、兄貴分と慕っていた平野勇当時46歳に相談することにしたんだ。同日午前10時30分頃、渡部と平野は合流し、今後どうしたらよいか話し合うんだ。渡部は、犯行に使用した車の処分に困っていて、車をどこに捨てればいいのかと相談したんだ。相談された平野は、いい場所があると、埼玉県三郷市の路上に放置することを勧めたんだ。路上に放置って、隠すのに適しているの？渡部は平野の助言通り、埼玉県三郷市の路上に車を乗り捨てたんだ。そして、凶器として使用した、ナイフやメリケンサックは、同じく三郷市内の川に投げ捨ててしまうんだ。こうして渡部なりの隠蔽工作は完了するんだ。乗り捨てた車はすぐに足がつきそうね。平野に相談し隠蔽工作をした渡部とは反対に、別行動していた田中は、犯行がバレないか一人悩んでいたんだ。病院に A さんを置いてきた時に、警備員に顔を見られている。そうなると、すぐに自分が逮捕されるのではないかと考え始めるんだ。そうよね、顔を見られているものね。このまま捜査の手が伸びて、自分が逮捕されるのを待つか、もしくは、自首してしまおうか。田中は悩みに悩んだ末、事件の翌日、9月4日に埼玉県草加署に出頭し、自首したんだ。意外と早く自首したのね。田中は、草加署員に事件について話し始め、埼玉県八潮市市内の駐車場で A さんに暴行し、車で拉致した後、千葉市内の田園地帯で暴行し、千葉市内の病院に A さんを置いて逃げた。田中の話を聞いた署員は、死体遺棄容疑で、田中を逮捕するんだ。この時点では、死体遺棄容疑なのね。A さんが病院で置き去りにされた時点から、警察は事件として扱っていて、警察はすでに犯人が二人だと知っていたんだ。そうよね。警備員も覚えているだろうしね。田中は警察の取り調べに対し、その日起こったことを細かく話したんだ。しかし、自分たちの暴行で、A さんが亡くなったことは認めたけど、殺すつもりはなかったと、殺意は否認したんだ。どんなことをしたら、人の命がなくなるかくらいわかるでしょう。田中の供述をもとに、警察は主犯格の渡部逮捕に向け捜査を続けていたんだ。そして、事件から3日後の9月6日、渡部への逮捕状が出されたんだ。田中も事件の内容を話したし、渡部もすぐに逮捕されそうね。ところが、逮捕状が出された翌日の9月7日、渡部自ら警察に出頭し、田中同様、死体遺棄容疑で逮捕されたんだ。二人とも、事件から3日以内に捕まったのね。思ったより早く捕まったね。渡部がなぜすぐに出頭したか、理由は明らかになされていないんだけどな。渡部の取り調べが始まったんだけど、やはり渡部は田中同様殺意は認めなかったんだ。同じこと言うのね。一番の謎は、どの時点で渡部と田中が、最初に狙っていた Y さんと A さんが、違う人物だと気づいたかなんだ。A さんを暴行中に気づいたのか、あるいは警察の取り調べ中に、気づいたのか。なぜ、二人はいつ気づいたか話さないんだろうね。渡部は警察の取り調べ中に、隠蔽工作を指南した平野についても供述しているんだ。この話を聞いた警察は、すぐに平野を犯人隠匿の容疑で逮捕するんだ。平野は警察の取り調べで、車を三郷市へ置きに行くのは手伝ったが、渡部が今回の事件の犯人だとは知らなかったと話したんだ。三人とも、肝心なところは認めないのね。犯人だと思わなかったなら、犯人隠匿罪も否認。そうなんだぜ、平野は無実を訴えたんだぜ。渡部と田中は死体遺棄容疑、平野は無罪主張。それでも警察は捜査を続けたんだ。そうだよ、出なきゃ何の罪もなく命を奪われた A さんがかわいそうすぎるよ。同年10月16日、警察は渡部と田中を殺人の容疑で再逮捕したんだ。容疑が固まったのね。千葉地検は渡部と田中の二人を、死体遺棄罪、傷害致死罪、逮捕監禁致傷罪、で、千葉地方裁判所へ起訴したんだ。殺人罪はどうしたの？殺人罪については、二人の供述から殺意が認められず立件できなかったんだ。こういう時は、密室の声は出てこないの？準備していた凶器だって、殺す気満々じゃない。また、犯行の隠蔽を手助けした平野は、処分保留で釈放されてしまったんだ。なんでそうなるのよ。
千葉地裁での一審、弁護側は死体遺棄罪について、病院に救命を頼んでいるので、死体遺棄罪は成立しないと無罪主張するんだ。警備員に頼んだの一言で済むの？これに対し検察側は、犯行の悪質性を重く捉え、主犯格の渡部に懲役15年、渡部に誘われ犯行に及んだ田中に懲役12年を、求刑したんだ。2021年8月24日、田中に対する判決公判が開かれたんだ。千葉地裁は、被害者が死亡しているかもしれないとの認識はあったと推認できる。生死の結果にもかかわらずにすぐに病院を後にし、死んでいても構わないという意思の表れと言える。とし、弁護側の死体遺棄罪に対する無罪主張を退け、田中に懲役11年の実刑判決を下したんだ。そうだよね。せめて殺人罪が認められないなら、田中はこの判決を受け入れ、控訴せず結審したんだ。また、渡部の判決公判は、2022年3月31日に行われたんだ。裁判所は、病院に運び込んだ時点で、被害者は呼吸と心肺が停止していたと推認できる。死亡している可能性が高いと被告らは認識していた。さらに裁判所は、自宅で金を盗まれた被告は、知人に制裁を加える目的で犯行を計画した。無関係であるにもかかわらず、人違いで暴行され、命を落とした被害者の無念は察するにあまりある。とし、主犯の渡部に懲役14年の実刑判決を下したんだ。主犯の渡部も、殺人罪は適用されなかったのね。傍聴席には、人違い事件の被害者となった A さんの友人が傍聴していたんだ。その友人が、渡部に向かって、A の命を何だと思ってんだよ、と叫び、被告人席まで詰め寄る騒ぎになったんだ。裁判長はその友人に退廷命令をし、職員が抑えるなどし、法廷は一時騒然となったんだ。その人の言う通りだよ。A さんは事件とは、全くの無関係なんだもの。こうしてこの事件は、幕を閉じるんだ。人違いから、無関係の人の命が奪われてしまった。もっと厳罰に処してほしいよ。今回の解説は以上となるぜ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。